五条くん、送ってくれてありがとう。いえ、こちらこそ遅くまですみません。全然、ご飯美味しかったし、おじいちゃんと喋んの楽しかったし。五条くん。はい。また。じゃあね。はあ、マジ意味わかんないんだけど。別に全然普通の会話じゃん。なんで謎に緊張してんの？なかったら私ジュジュに衣装を作りなさい。え、ジュジュ？